ジムリーダーとのバトルは目前、3人目のトレーナーとの対戦です。さあ、どんなバトルを見せてくれるのでありましょうか。おっと、電磁波、おっと、麻痺してしまった。さあ、この場面で、おっと、麻痺してしまった。互いに出方を伺っているというところか。おっと、麻痺して動けません。さあ、ここで、おっと、これはいないし。さあ、激しいバトルです。バトルの姿勢に移って、おっと、ここは動けません。おっと、麻痺して動けません。両者とも大健闘です。さあ、これは狙い的中。さあ、今度は、おっと、当たりません。両者ともまだまだ余裕といったところでしょうか。おっと、麻痺して動けません。さあ、この場面で、あーっと、また外れだ。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。さあ、ここで、これは効いた。さあ、これはあまり効き目がありません。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで10番ボルトだ。弱点をついた。あーっと、ダウン。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでオムスターの登場だ。さあ、ここから挽回したいところ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。さあ、今度は激しく当たった。この一撃であえなくダウン。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでミュウの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、おーっと、大ダメージ。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでピクシーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。勢いのある攻撃、おっと、特殊能力がダウン。ここで回避率をアップです。両者とも大健闘です。ここでサイコキです。おっと、これは外れ。まだまだステータスをアップします。さあ、激しいバトルです。これはどうだ。大きなダメージ、ここでダウンです。ここで試合終了。最後のジムリーダー、タカキとのバトルです。タカキは地面ポケモンの使い手、頑張って勝利を収めたい。戦う構えに入って、さあ、まずは、
きなダメージ。激しい攻撃。おっと、これは外れ。さあ、激しいバトルです。ここで波乗りだ。よし、おっと、ダウンだ。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでペルシアンの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。勢いのある攻撃。おっと、急所攻め。おっと、一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでニドキングの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。決まった、効果的な当たり。あーっと、あっけなく倒れてしまった。ここでステージクリア。駒を進めてまいりました挑戦者。最初の対戦相手はカンナです。バトルの姿勢に移って激しい攻撃。おーっと、このポケモンではまずかったか。さあ、こちらはよし、当たった。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで集団スポルトだ。弱点をついた。ここでダウンです。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでルージュラの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おっと、電磁波。おっと、麻痺してしまった。これで打撃攻撃に強くなりました。さあ、熱戦が続いております。この攻撃、激しく当たった。さあ、この場面で、よし。さあ、激しいバトルです。これはどうだ。急所を捉えた。あーっと、ダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでフリーザーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。勢いのある攻撃。決まった、効果的な当たり。さあ、これは、おっと、素早さがダウン。
さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。あーっと大爆発だ。鋭い当たり、あーっとダウン。あーっと両者とも倒れだ。ここで試合終了。では千葉、手強い相手です。ここで最速です。おーっとこのポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでゴローニャの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで波乗りだ。おーっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと刺激で倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここで岩木の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、逆転をついた。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。